こんにちは。元市役職員のケイです。今回は私がなぜ公務員を辞めたのかということについてお話したいと思います。また、動画の最後には元公務員の方へのお知らせがあるので、元公務員の方はそちらも見ていただけるとありがたいです。公式 LINE では限定動画、志望動機、診断ゲームなど、公務員試験に役立つ情報を配信しています。詳しくは説明欄をご覧ください。まず、私が公務員を辞めた理由を話す前に知っておいていただきたいんですが、私は市役所に入職する前から、社交不安障害というものを患っていました。これは大学生の時にうつ病になってしまった時に併発してしまった病気なんですが、私の場合は主な症状は外で食事ができないというものでした。市役所に入職する時には8割くらい治っていて、働きながらでもそこまで大きな問題はなかったんですが、私が入職して5年目の部署移動の時に窓口業務が多い部署に配属されたんですが、その時に社交不安障害が再発してしまいました。以前の部署でも窓口対応や電話対応は多い時で1日50件くらいやっていたので問題ないと思ったんですが、私が移動した部署は窓口対応だけでも1日100回以上あり、1日中窓口対応と電話対応に追われる状況だったのと、移動したばかりで慣れない仕事の連続だったので社交不安障害が再発してしまい、食事が外で取れなくなってしまいました。また窓口対応や電話対応は通常の業務よりも神経を使うということもありましたし、仕事量もかなり多く、時間外労働もかなり多かったので体調を崩してしまい、休職する形となりました。休職してから1年くらいで体調が戻りつつあったのですが、外で食事をする訓練をしていた時に気持ち悪くなってしまい、それから半年間ほど食事がほとんどできなくなってしまい、体重は20キロほど落ちてしまうことや精神的な問題で外出できなくなってしまうことがあり、休職期間内に復職することができなくなり退職となりました。退職の理由を一言で言えば体調不良ですが、休職期間中にいろいろな人にお世話になったことはずっと覚えてますし、公務員は3年間休職ができるということ、制度はとてもありがたかったです。公務員は有給休暇が年20日ありますし、ある意味体が頑丈じゃない人にもおすすめですし、休職について詳しく知りたい人は公式 LINE にて直接質問していただいても OK です。その他、公務員試験の偏差値表やあなたはどの公務員に向いているかの診断クイズもあります。よかったら友達登録してください。最後にお知らせなんですが、元公務員の方がいらっしゃいましたら対談動画を撮らせてください。顔出し不要です。 YouTube でいろいろな公務員の職場について情報を発信したく、対談できる人を募集しているんですが、条件は31歳以下都道府県市町村に勤めていた行政職の方です。報酬やその他条件は公式 LINE にて説明します。また仕事の質が高い場合は他のお仕事を紹介するかもしれないです。よかったら説明欄の公式 LINE にメッセージをください。それでは次回の動画でお会いしましょう。